さんこんにちは、アイです。今日は韓国の美容院に行きます。と今日はですね、前髪を今このぐらいまでめちゃくちゃ伸びてるんだけど、これを韓国の美容院でイメチェンをしに行きたいと思います。オブリージュっていう美容院に来たので、先生にイメチェンをお願いしたいと思います。ということで行きましょう。ビフォーがこんな感じです。머리어떻게잘랐어요?오늘은앞머리그전에혼자봤었잖아요.네,근데오늘은많이자르고싶어서네.조금씩자르가면서네네네잘갈게요. 오, 긴장돼요.이런느낌은네진짜살짝만네네오너무좋다아이때엄청긴장했다 실수하면큰일난다선생님감사합니다감사합니다들어가세요 네오지니찍기마시다どうですか?はい、ということで、今日は청남도にあるオブリージュっていう美容院で来てきたんですけども、幅広めの厚めっていうオーダーで切ってきました。で、後ろの髪の毛はまあ整える程度で、スタイルは変わってません。で、私がいつもオブリーズに行ったらジュフン先生にいつもお願いして、もうわがまま言い放題で、でもそれでもこう自分の思った通りにやってくれるので、皆さんぜひ韓国に来たらぜひぜひ行ってみてください。とあとですね、インスタライブをやった時に結構質問でいただいたリップについてなんですけども、今日は2種類紹介したいと思います。で、実際に今日私が2種類使っているリップなんですけど、まず1つ目はこのリップです。ティントなんですけど、結構マット系のコーラルオレンジので、結構発色もいいので私はこれを使っています。で、これの上からちょっと私が乾燥肌なので、結構唇も乾燥してきちゃうので、この上からリップグロスを塗っていきます。で、これがね、本当にすごいのが、ただのリップグロスじゃないんですよ。どん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 ね、唇がピリ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 する作用が入ってるので、時間が経つにつれて自分の唇がどん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 ぷっくりしてくるリップグロス。韓国のものだからかわからないけど、めちゃくちゃ辛い食べ物を食べた後の唇みたいな、でもなんかどんどん腫れてきてる感じがすごい感じられて、どんどんぷっくりした唇になってきます。皆さん、今回私のイメチェン動画、イメチェンした前髪どうでしたかでしょうか。いいねと購読もよろしくお願いします。ということで、また次の動画で会いましょう。じゃあねー。